ナマケモノ健康 BI チャンネルのホスカーです。今回も一緒に頑張っていきましょう。1つ目、両膝を抱えていきましょう。膝を曲げて少し手前にグッと引っ張ります。この時に反対側の膝があまり浮かないようにしていきましょう。伸びている膝が曲がるというのは硬い証拠です。皆さん、この股関節が詰まっている感じはないですか？30秒です。せーの、スタート。では膝を曲げていきましょう。膝を曲げて少し手前に行く。この時に伸ばしている膝が曲がらないようにしていきましょう。どうしても膝が浮いてしまうという方は無理に伸ばさなくても大丈夫です。自分のペースでやりましょう。残り10秒です。無理に膝を曲げようとすると腰が反ってしまう方もいらっしゃいます。その方は反り腰になってしまって腰痛になる可能性がありますので、無理にやらないでくださいね。 OK。 2つ目、左の股関節を動かしていきましょう。右膝を立てて動かしていくと動きやすくなります。なので膝を曲げた状態で行ってくださいね。痛みが出たら中止してくださいね。30秒です。せーの、スタート。股関節を動かしてポキポキ鳴ったりしていませんか？ポキポキ鳴っていたとしても痛みが出ていなければ大丈夫です。もし痛みが出ればすぐに中止してくださいね。それ以上やってしまいますと痛みがより増加してしまう可能性がありますので気をつけてください。残り10秒です。動きはゆっくりで丁寧に行っていきましょう。早く動かす必要はありません。気をつけましょう。 OK です。3つ目、次は反対側を動かしていきましょう。なので右の股関節を動かしていきます。こちらも同様に無理をして動かさないように気をつけていきましょうね。30秒です。せーの、スタート。皆さんどうですか？動かしている時の左右差、結構ある方もいるんじゃないでしょうか。でも大丈夫、動かしていけば動くようになっていきます。なので焦らず動かしていきましょう。焦っても痛めてしまうだけです。残り10秒です。普段から動かしていないところ、ここをしっかりと動かしていけば体の動きも良くなっていきます。マイペースにやっていきましょう。 OK です。4つ目、足を伸ばした状態で太ももを内外にひねっていきましょう。内にひねるときにしっかりと内にギュッと入れましょうね。30秒です。せーの、スタート。皆さん、休憩がてら足をですね、内外にひねっていきましょう。ちなみに足をまっすぐしたときに足先が外に倒れている方は、足先が外反母趾になりやすい方もよくいらっしゃいます。気をつけていきましょう。残り10秒です。はい、この間に息を整えておいてくださいね。この後はまた体を動かしていきます。あと2つだけ頑張っていきましょうね。 OK です。5つ目、腰を床にべったりとつけて足を上げます。そして自転車漕ぎをしていきましょう。足を前に漕いでいきます。30秒です。せーの、スタート。はい、30秒間頑張ってやっていきましょう。もし30秒間が難しい方は10秒でも20秒でも大丈夫です。まずできる秒数から始めていってください。この時に腰をべったりつけて腹筋に少し力を入れるぐらいでやっていきましょう。残り10秒です。これが終わればあともう1種目だけです。あともうちょっとだけやっていきましょう。難しい方は最後の10秒サボっても大丈夫です。 OK。 6つ目、最後はお尻を引き締めていきましょう。お尻を上げて体がまっすぐなるぐらいまで上げます。そしてピタッと止めましょう。そして下ろします。30秒です。せーの、スタート。皆さん、お尻の筋肉も動かしておかないと
座骨神経痛など筋肉が抜かって歩きのバランスが悪くなってしまうことも多々あります。なのでお尻を引き締めてお尻が垂れないようにもしていきましょうね。あともうちょっと頑張ってくださいね。残り10秒です。最後の10秒がきついという方は休んでもらっても大丈夫です。いける方は30秒きっちりやってみましょう。 OK、 お疲れ様でした。それでは膝を曲げて体のチェックをしてみましょう。膝を曲げた時の曲がり角度や股関節の違和感はありませんか？また分からないことや気になることがございましたら LINE 公式アカウントの方までぜひご連絡ください。この動画を見ていただいている皆さんが今日一日最高の日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。